父さんからもお母さんからも愛されてるという実感はなかったでした。私はとにかくセルフイメージが本当に低くて、私はいつもダメだと、いつも何をしても自信がない、そんな毎日を送っていました。何をしても認められてもらえなくて、どうしたら自分が認めてもらえるんだろう、愛してもらえるんだろう、私を受け入れてくれるんだろう。だから他の人になりたかった。私は大好きなスターがいたんですけど、そのスターになりたかった。そのような生き方をしたら私は幸せになれる。痩せてなきゃいけないって思って、だから私はダイエットを始めました。自分が惨めでガリガリに痩せてしまった自分を見るのも嫌だし、私は数々の依存症をしてきました。摂食障害、アルコール依存症、そして DV も始まって、そして男性の依存もしました。でもどんなに人に依存しても、物に依存しても、食べ物に依存したって変わらない。私の心は変わらなかった。私は追い詰められていました。本当に自分に自信がなかったし、価値がなかったと思ったし、だから私は死にたいと思いました。ある時に手を切って自分の血を見て、その時に自分が生きているんだということが分かって、その時はたくさん泣いたのを覚えています。イエス様の話を聞いた時は正直意味が分からなかった。それが一番の印象で、どうして私には罪があるのかとか、私は何も悪いことをしてない、他にも日本にはいろんな神様がいて、神社があったり仏教があったり、どうしてイエス・キリストを最初はすごく思ったけど、でも教会に行ってたくさんのゴスペルの歌を歌ったりとか、あとは教会でみんなと交わったりとかしているうちに、みんなの愛から、みんなの優しさから、イエス・キリストの優しさというのが分かりました。それから私はすごくイエス様を主にして変わりました。私は以前、自分のことを好きでもなかったし、愛されていないって思っていたけど、今は愛されていると思っています。もう作らなくても、人から愛されていると、こう思わなくても、神様が愛してくれてるから、私はこの笑顔を自然に出すことができるようになりました。今私は本当に自分のことが好きです。大好きです。それはイエス様が私を選んでくれて、今この世に生かしてくれて、それはイエス様のような生き方がしたい、イエス様に近づいたら私はずっと笑顔でいられるということが分かったからです。